ジェームズ・パーキンソンは、イギリスの外科医、薬剤師、地質学者、古生物学者、政治活動家であり、1817年の研究、新鮮麻痺に関するエッセイで、最もよく知られている人物。彼は、後に、フランスの医師である、ジャン・マルタン・シャルコーによって、パーキンソン病と解明されるその一大症状である、新鮮麻痺について、この時世界で初めて書いた。 ジェームズ・パーキンソンは、イギリスのロンドン市内にある小ッ地で生まれた。彼は、ロンドン市内のホクストンスクエアで、薬剤師と下界として、開業をしていたジョン・パーキンソンの息子。彼は5人兄弟の一番上で、下には、弟のウィリアム、妹のマリー・セジ・ウィックらがいた。1784年、パーキンソンは、シティ・オブ・ロンドン・コーポレーションにより、下界として承認された。 1783年5月21日、彼はメアリー・デールと結婚。8人の子供を授かったが、うち2人の子供を幼児期に失った。彼は結婚して、すぐに外科医として成功を収めていた彼の父親の元に移り住み、祖父の代から続く医師を受け継いだ。住居はロンドン市内のホクストンスクエア一番地。彼は医師にも即帰が必要だと考えており、 得意分野でもあったと言われている。彼の流ある異業の功績に加えて、パーキンソンは日々の政治活動だけではなく、地質学と古生物学にも熱心な関心を抱いていた。パーキンソンは恵まれない人々にとっては力強い擁護者であり、ウィリアム・ピット政権に対しては辛口な批評家でもあった。彼が様々な面で社会的な革命のために熱心なあまり、 彼の初期のキャリアはマークされ、一部の歴史家等は彼がフランス革命の強力な支持者であったと捉えている。イギリスが政治的に混沌としていた時期、彼はほぼ20冊の政治的なパンフレットをポストフランス革命の終止符において発表した。彼自身の名前と彼のペンネーム、オールド・ヒューバートを使用し、彼は急進的な社会的な改革と普通選挙権を要求した。 パーキンソンは、庶民院員の人々への尋常、抗議、定期的な年会の開会の制定、普通選挙権を求めた。彼は、ロンドンコレスポンディングソサエティ、憲法情報社会を含むいくつかの秘密政治結社の一員だった。彼が組織に加わった1794年には、ウィリアム・ピット首相と数密院員が、国王のジョージ三世を暗殺しようとする。 デッチ上げによる陰謀が発覚し、彼は調査を受けた。彼は、このデッチ上げによる陰謀について何だ関与しておらず、証言を断った。この計画は、ポップガンから発射された毒入りの矢を使用しており、王様の支配を早期に終わらせようとするものだった。パーキンソンに対する告訴は一度も行われていないが、数人の友人が無罪とされる前に何ヶ月も、刑務所に入れられ衰弱していた。 パーキンソンが書いた、新鮮麻痺に関するエッセイの最初のページパーキンソンは、彼の荒波のような政治活動歴に背を背けるかのように、1799から1807年、そして1805年に通風に対する効果を含む、いくつかの医学論文を発表した。また、彼は先行した、中水炎に関する初期の著作に対しても責任があった。 パーキンソンが興味を示していたのは、一般の人々の健康と幸せの改善にあった。そのため、彼は、数多くの医学の教えを書き、政治的な行動主義に基づき立ち上がった人々についての健康と福祉についても表した。加えて、彼は、精神障害者の法的保護を守る、改革運動家でもあった。1812年。 中水炎が英語で初めて記述された症例と先行が死因であることが示された件でパーキンソンは彼の息子に力を貸した。パーキンソンは6症例の新鮮麻痺に関して初めて系統的に記述した人物だ。彼が書いた新鮮麻痺に関するエッセイは彼が見た患者3人と通りで見かけた3人の症状を報告したものだ。そして、 彼が言及した新鮮麻痺について、後に彼の名前がその病名として名付けられたのだ。また、彼は安静時の新鮮と動作時の新鮮とを見分けることを可能にした。それから60年の歳月を経て、フランスの医師であるジャンマル・タンシャルコーがパーキンソン病を再発見した。パーキンソンは間違っていて、これらの患者の震えは、頸椎の病変によるものであることが分かった。 メガテリウム、パーキンソンが古代に生息していた生物の化石をイラストにした。巨大なナマケの仲間ウミガメの化石、プッピケルス、英国、シェピー島のロンドン年度層で発見。パーキンソンにちなんで名付けられた。テイラーズ博物館所蔵、パーキンソンの関心は、徐々に医学から自然、特に比較的新しい地質学及び、古生物学の分野に変わっていった。 彼は18世紀後半に化石の標本とデッサンを収集し始めた。彼は子供たちや友人たちを遠足に連れて行き、植物や動物の化石を集めさせて観察した。化石の同定と解釈についてもっと学ぼうとする彼の試みは、英語で入手可能な文献がないことによって一度は挫折するものの、それを逆手に彼は自身で化石研究の文章を書いて、 事態を改善するという決断を下したのであった。1804年には最初の著書、古世界における生物の化石が出版された。ギデオン・マンテルはこれを化石をよく知ってもらって科学的にも理解を得られる最初の試みと称賛した。第2巻は1808年に、第3巻は1811年にそれぞれ出版された。パーキンソンは各巻ともイラストを入れ、 娘のエマはいくつかのプレートを着色した。プレートアートにギデオン・マンテルによって再利用された。1822年、パーキンソンは短い解説書、オレクノロジーの概要、生物の化石に関する研究の紹介、特にイギリスの地層に見られるものの概要を発表した。パーキンソンは、ウィリアム・ニコルソンの自然哲学、科学、芸術のジャーナルと地質学会の取り組みの 1> 第1巻、第2巻、第5巻に、いくつかの論文を寄稿した。また、彼は1822年に一冊の本、オリクトロジーの概要を上司した。オリクトロジーとは、鉱物や化石を含む地球から掘り出されたものの、研究のことだ。1807年11月13日、パーキンソンと他の有名な紳士たちは、ロンドンのフリーメイソンズタバーンで出会った。この集会には、 ハンフリー・デイビー、アーサー・エイキン、ジョージ・ベラス・グリーナフのような偉大な人物が含まれていた。これは、ロンドン地質協会の最初の会合となった。パーキンソンは、最近の大規模な大災害によって、地球の地質と生物圏が形成されたとの信念に、懸念を抱く、思想、天変地異説を唱える学校にいた。彼は、創世期のノアの箱舟と大洪水を例に挙げて、 想像と絶滅は神の手によって導かれるプロセスであると確信していた。創世記についての彼の見解は、1日が実際にはおそらく数万年にも及ぶ長さであり、相当に長い期間であるというものだった。彼はスピーチの邪魔をされ脳卒中となり、その後1824年12月21日に亡くなった。そして彼の息子に彼の薬剤師の店を 彼の息子たちと妻にラングソーンにある彼の家を移送した。彼の古生物学コレクションは彼の妻に与えられた。そして、それらのほとんどが1827年までに売却されることに。しかしながら、彼の貴重な古生物学コレクションのカタログは、これまでに見つかっていない。なお、彼は、小ッ地にある聖霊オーナルド教会に埋葬されているという。 パーキンソンの日々の暮らしぶりは、イレオナルド教会内にて、石碑に刻まれた。そこでは、彼は、改修のメンバーだった。彼の墓の正確な場所は分かっていない。そして、彼の遺体は、地下室か、あるいは、教会の境内にあるかもしれないということだ。ホクストンスクエア一番地の青いプレートは、彼の家の敷地の目印となっている。いくつかの化石は、 彼にちなんで名付けられた。しかし、彼の肖像画や写真は存在しない。誤った写真が時々発表されることがあるが、それは同じ名前の司会のものだ。写真撮影の技術が発明される前に、このジェームズ・パーキンソンは亡くなっている。世界パーキンソン病の日、彼が生まれた日である4月11日に毎年開催され、 世界各国で様々なイベントが行われている。ありがとうございます。